スライスが出る人の主な原因としては、当たる時にフェースが開く、体が開く、ボールに対して鋭角にヘッドが入るような動きになるとスライスっていうのは起こりやすいです。皆さんこんにちは、 JPDA ドラゴンプロの松本一成です。本日はですね、スライスを止める練習方法だったり、理論だったりっていうのを皆さんにお伝えします。ではまず最初にですね、スライスですね、スライスの止め方だったり練習方法っていうのを皆さんにお伝えします。スライスが出る人の主な原因としては、一番は当たる時にフェースが開く、体が開く、まあとにかく体がボールに当たる前にオープン、こうフェースがね開いたり上を向いたりしてしまうっていうのが主な原因です。2つ目ですね、これ結構皆さん意外と気づかないんですけど、ボールに対して鋭角にヘッドが入るような動きになるとスライスっていうのは起こりやすいです。なので、まあ、この2つをまず意識してやります。でさっき言ったオープンの、このオープンフェース、そして鋭角に入るっていうのを抑えるためにおすすめしているのは、アドレスの時に足をほぼほぼ揃えてる状態でアドレスして、ボールは左足のつま先線上に構える。そして基本的には振り遅れたり、体が先に行ってヘッドが遅れるとフェースが開きやすいので、常に自分の体の正面にヘッドがいるように、まあこの状態でフルショットしようと思ってできないん でまずは100ヤードぐらいでいいので、ちっちゃい振り幅で体の正面にいる。そうすると自分の重心が左にこのままこう打ちに行くとかって足を揃えてると起こりにくいですし、体がこう思いっきり開いたりっていうのがなくなるんで、最初はまずここから始めましょう。次にヘッド1個分ぐらい足を開いて、まあ、ここからがスライスの止める方法にさらに近づいてくるんですけども、下半身のこういう横への動きっていうのは、その場でのこの捻転の動きと一緒にやろうと思うとすごい難しい動きになっちゃうんで、まずは横の動きをなくしてあげるっていうところで足を狭くしてやってもらってるんですけども、まあ、それを少しフルショットに近づけるっていう意味でヘッド1個分ぐらい開いてやることは一緒です。そうすると足が狭かった時よりも少しこう開いた方がスムーズに振れると思うんで、そこで意識するところはボールを打ちに行かないことですね。ボールには実際に当てるんじゃなくてスイング中に当たるイメージなので、ボールのちょっと手前に意識を持っておいた方がいいです。この辺にボールがあると思って打つようなイメージで打つと、ヘッドがこう帰る前に当たるんじゃなくて、帰りながら帰ったところで当たるんで、足を揃えてヘッド1個分開く、ボールは左足のつま先線上、体の正面にヘッドがいるような感じで100ヤードぐらい打つと、そうすると激しいスライスとかはだんだん減ってきますので、この練習を皆さんにお勧めしたいと思います。